てめえ一体何しやがった。静かにしてくれ。そんなに大騒ぎするとこいつも同じ目に遭わせるよ。話せ、話してくれ。やめろ、そいつは話して、その変な武器も捨てろ。これのことか。なかなかいいデザインだと思っているんだけどね。この尖っている部分なんて芸術的だと思うけどな。てめえ、いいから捨てろって言ってんだろうが。そうはいかないよ。僕にはやらなければならないとても重要なことがあるんだ。さあ、健康そうな君も喜んで協力してくれるよな。やめろ、やめてくれ。くそ、何が起きてんだよ一体。君とか、こいつ変な武器を持っていやがる。気をつけろよ。ああ、あの武器の攻撃が当たると理屈は分からねえが、いやおうなしにどっかに転送されちまうみてえなんだ。おや、黒の剣士様ではないですか。そんなに血相を変えていかがいたしました。じゃあどうするっていうのかな。僕に勝利できるとでも思っているのか。あれは何か卑怯な手でも使ったんだろう。僕のステータスをもってしても勝てなかったなんて、何かを仕込んだとしか思えない。だが今度はそんな手は使わせないよ。圧倒的なステータスの前に君は打ちひしがれるんだ。やるのかよキリト。さあ、今度こそ本当の勝負だ。による絶対的な強さを思い知らせてあげよう。なんとも弱すぎる。ナイス。
強い僕の強い攻撃を受けろ。はい、僕が負けるはずがない。どういうことだ。肝心な時にうまく動作しないなんて使えないな。このノアだ。あぶねえな。変なもん投げつけんじゃねえ。認めない。僕は認めない。バカにしやがって。覚えておけよ。いずれ僕が世界を掌握するんだ。あの野郎逃げやがった。ボス待ってください。ちょっと待て待て。お前は逃がさねえぞ。すみませんすみません。俺はボスの指示に従っていただけで。おっとっとっと。長い地震だったな。おい、キリト、こいつどうするんだ。すみません、コザです。投稿します。なんだよ、これでおしまいか。歯の絶えのない連中ばっかりだったな。キリト君、捕まってた人たちはみんな町に戻ったよ。それにしてもここって何なの。なんかおかしな機械とかあるし。それに捕まった人たちが何をされていたのかっていうのも気になるわね。本人たちは何をされたかとかは記憶にないみたいだし。そうね、徹底的に調査しておきましょう。
よキリト、どこ行ってたんだよ。捕まえた奴らにいろいろ聞いてみてたんだけどよ、白状しねえんだ。どうする？なるほどな。んじゃ、こいつらは簡易牢獄でも作って閉じ込めておくか。ああ、ここの施設にも見張りとか立たせる必要があるか。そっか。でもそんなことしちまってよかったのか。Thank you.
し。
はい、わかった。キリト、キリト、どうして助けたの？それが私でもわからない、わからないよ。
の世界を守るため。前にも言わなかったっけ？うん、だってキリトたちがそのままゲームを進めていったら、うん、ごめん、理由を言っても分かってはもらえないと思う。Should I?
くらえ。
Thank you.